撮影です。私はいくつなの？26です。あ、意外とお姉さん。意外とお姉さん。あー、綺麗だ。唇もいいね。唇が可愛いんですよ。家で映ってます動画で。足もうちょいと見ようかな。そうそうそう、いいね。その笑顔いいよ。ギュッと抱きしちゃった。うん、しちゃってもいいぐらい。初めてです。こんな撮影は。まさかのクマちゃん。あ、ありますよ。いっぱいあります。あ、すみません。大きいやつ。ベッドのところにいっぱい置いてます。こんぐらいの。UFO キャッチャーで撮ったやつです。でも朝起きたら全部床に散らばってます。この辺こうちょっとサスペンダー持ってるように、それで振り返ってくと、じっくり反対から。ひんやりしてて気持ちいいです。意外と寒くなく。今何着目ですか？今あと4ですか？バッグを出ます。はい、4着目です。順調に進んでおります。早いですね、とても。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、無事にすべて撮影終わりました。感想を。はい、びしょびしょです。感想それで。はい。濡れて終わりました。はい。ありがとうございます。いいものが撮れたんじゃないですかね。はい。ちょっと出来上がりに期待です。はい。ありがとうございます。今どんな状態ですか？びしょびしょです。はい。すいません。お疲れ様でした。皆さんこんにちは。三度の飯よりボーイズラブが好き、池田優子26歳、まだ誰のものでもありません、1987年5月6日生まれの A 型です。よろしくお願いします。はい、選ばれての感想ということなんですが、本当に光栄に思っております。そしてですね、カメラマンさんの推薦ということなので、はい、カメラマンさんの顔に泥を塗らないように一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、私のグラビアのアピールポイントなんですけれども、一番はですね、まず肌が白くて綺麗だとよく言われるので、その部分とですね、あとですね、最近いろんな人に褒められて自分でも魅力に気づきました。私脇が綺麗なんです。はい、脇がすごく褒められまして、ちょっとお見せしたいと思うんですが、いきますよ。私の脇どうです？脇綺麗みたいです。はい、なので今後は脇が綺麗な脇ドルとして、はい、なかなか今ね、おっぱいが大きい子、お尻が大きい子は山のようにいると思うんですが、脇が綺麗な子そんなにいないと思うので、これで売っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、将来の目標ということなんですけれども、まず近い目標としましては、もっとグラビアで活躍することですね。もちろんそれは、はい。そしていろんな、今もですね、舞台やらせてもらったり、ラジオのお仕事をやらせてもらったり、いろんな活動してるので、マルチに活躍できるように
なりたいです。はい、そして最終的には不動産の家賃収入で暮らしたいと思っております。はい、以上です。よく出没する場所はですね、私ドーナツが大好きなんですよ。なので某ドーナツ屋さんはですねしょっちゅう行ってます。大体全部の種類食べてますから、いつでも働けると思いますんで、はい、もしどっかで募集してたらいつか働きたいなと思ってます。私が最近一番感動したのはですね、私3歳下の弟がいるんですけれども、その弟がですねこの度無事に就職しまして、ちゃんと勤めてるんですよ。なんだか感慨深いですね。すごくあんなに小さかった弟がちゃんと企業に就職して働けてるんだと、すごくなんか感動して、心が胸がいっぱいになりました。でもその弟には私嫌われているみたいで存在を隠されてるんですけどね。はい、今までずっと応援してくれてた方もいらっしゃると思いますし、初めて私を見てくれた方もたくさんいらっしゃると思うんですが、ちょっとでも興味を持ってくれたら嬉しいです。はい、今回の企画も私本当に頑張りますので、応援の方よろしくお願いします。皆さんに何かたくさん返していきたいと思ってますので、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。はい、特技披露ということで、私のとっておきの特技披露したいと思います。1つ目、イルカのボールペン。